はい、どうも、イズログです。今日はまだね、全然まあ一応、報告的に報告ありますね。まあ一応まあ出稼ぎいきます。出稼ぎはですね、まあまた、何年か前に行ってた愛媛のみかんアルバイターになりますね。で、まあ今日の動画は、ルームツアーになりますね。はい。まあ今の外見がこうですね。まあこれ引きですけど、でちょうど隣にこのソーラーのパネルがずらーっと並んでて、その隣です。まあ、秋田ってね、実はめちゃくちゃソーラーパネル多いんだよね。はい。まあ一応ここが玄関ですね。はい。そしてね、潰れていたあれ、屋根をなんとか直し、こんな感じになりました。で、今年の冬は、さすがに雪下ろしには、ちょっと戻ってきます。はい。近場のスキー場なので。はい。で、ここがですね、ウッドデッキなんだけども、つっかえ型のオーニングだと、まあ、ちょっとあそこの屋根につっかえさすのがちょっと億劫だなということですね。なので、まあ来年ちょっと単管を、組んでそれでやります。はい。まあ、そしてここ玄関ですね。はい、ルームツアー、まあ、チャリですね。これは楽天で買ったやつですね。外ゴムチャリ部のチャリです。で、これやっぱり家の構造上ね、チャリを置くところがどこにしようかなって感じなんですよね。駐車場1個潰すか悩んでますね。はい。まあこれが玄関棟ですね。うん、こんな感じで。はい。じゃあ、こっち行きましょうか。ルームツアー。で、まあ一応ですね、ここも、客室にする予定なんですけど、まあちょっと水の、逆光か。中入るとこれは、ちょっとね、不要品処分してたオークション部屋ですね。まあここに、オークションで売れそうな不要品とか全部突っ込んで、まあ、売りさばいていて、まあ、ようやくここまでに物減らしました。この仏具が売れなくてすげえ邪魔くさいよね。まあ、金払って捨てるしかないな。まあ、だいたいここにもあと、だいたい、どこら辺ならここら辺かな。だいたい俺が170だから150センチくらいの二段ベッド、作ろうかなという気もしてます。で、二段ベッドを作ったらここワークスペースかなっていう感じ。 PC 机がここありますね。まあでもここをどういう間取りにしようかなんですね。収納力があまり、まあ、一応下の使えばね、収納力はあるんで、まあ全然。あとはね、寝床をやっぱり上に出しておかないとまずいかなっていう感じですね。で、あとは、2段ベッドをどういう向きで置くかですね。まあ大体まあこっちにこうか、こういう感じです。角材切って、それをベッドにしようかっていう感じです。はい。で、ここが床の間かな。縁側ですね。まあ、なかなかね、片付きましたね。ここはパニックったんですけど、ちょっとごめん、サスケさんからもらった造作剤使い切ってないんで、まあ多分っていうかね、また窓を作ると思います。で、窓を作るときに、あれは使おうと思います。はい。今年は窓を使い切れなかったからね。はい。で、ここがですね、一応客室1になる予定ですね。はい。まあ、ここはもともと僕の生活部屋で、まあ、ここは一番、それなりにこの外ごもりプレイスでは、過ごしやすい場所になりますね。で、あれ、ジモティでもらってきた机が入るんで、まあ、パソコンとか、まあ、これ学習机だからなかなかね、いろいろやり方、やりようはあります。で、あとは何か金具かなんかでこれビス打って固定してあげれば全然 OK ですね。まあ、これであと椅子をまあ来年買ってこようかなっていう感じだね。はい。まあここは客室1ですね。はい。で、まあ客室2がこのオークション部屋ですね。まあここはちょっと
折りたたみベッドか、でも折りたたみベッドもめんどくさいな。折りたたみベッドか、まあ、2段ベッドにしちゃおうかなっていう感じですね。はい、そしてここドミトリーになりますね。そして今日洗濯物干してしまったので、ちょっとこっちのベッドが洗濯物になってますね。まあ大体ここも、本当はね、これ階段がね、横じゃなくてここにはしごがあるやつの方がね、よほどスペースが使えたんだよね。ここの元仏間のところのスペースが何も入れられないという残念な状態というか仕様になってます。で、まあ一応これね、ミスったのが子供用ですね。子供用のベッドになるので、最大の体重の荷重がですね、150キロになりますね。はい。で、まあ、ここが通路ですね、さっきの。で、これが、ジモティでもらってきた、多分学生さんだな。学生さんからもらってきた、やつですね。でもまあ、ちょっとこれベッドここ、なんかこの、なんかね、揺れないようにする金具かなんかつけてあげないと、ちょっとまずいっすね。まあちょっとここも何やらスペースにできそうだと思うんで、もうちょい掃除機かければいいかなって感じですね。多分ここで寝るので、あ、落ちちゃった。まあ一応多分コンセントがないと不便かなというので増設をしてもらいましたね。はい。まあ一応ですね、これが部屋から見渡した感じ。ちょっと、まあ、ちょっとここで寝ると圧迫感があるかな。で、ですね、ここのマットレスはちょっとやめようかなって感じですね。なんでかって言ったら、これ、ちょっと柵までちょっと分厚、マットレスがちょっと分厚い分ですね。まあ、落ちる可能性があるんですよ。寝相悪いと。だから、ちょっとここのマットレスをもうちょい薄いやつにしようかなっていう感じです。はい。で、あそこがドミ2ですね。おこも空間。めちゃくちゃ女ね、頑張って作ったんですよね。よいしょ。まあ結構これ、ちょっとね、階段が細いんだよね。やっぱ子供用もということもあって。だからちょっとうるさいかもしんないね、夜中ね。だからそれか、折りたたみ式のベッドはこっちの人専用にしちゃって、上は物置にしてもらおうかなっていうのもまあありですね。まあ一応ここがおこもです。で、ここ床点検口ですね、天井の。はい。で、まあこんな感じですね。あー、でもいい木の匂いがちょっとは薄れてきたか、乾いて。ふむふむ。まあそんな感じですね。まあ収納力は無駄にあるんですよ。収納力はあって。で、まああとは、そうですね。まあちょっとこの洗濯物の向こうに。まあこれは子供用のロフトベッドなんで、下にワークスペースもあります。なんで、まああとで椅子を買ってくればいいですね。で、問題こっちの人の、ここドミなんで、ワークスペースなんですけど、まあワークスペースはちょっとここに作ろうかなっていう感じかな。まあちょっと L 字型のね、L 字型でも、あれだよ、L 字型のね、ワークデスクとかを、まあ打ち付けて、まあ使えば、作ればいいかなという感じですね。あと荷物はね、下にめちゃくちゃ置けるんで、まあまあまあ、こっちはなかなか、でまあここは人、まあほん、まあ二人が限度かな。最初はここにね、5、6人あの団体の人たちをすし詰めにしようとか思ってたから、さすがにそれは無理だなっていう話で、2人で、うん。ちょっとね、こっちのベッド側の人が、あそこの仏間使えない分、ちょっと苦しいかなっていう感じです。はい。ここがですね、今ですね。まあちょっと今ね、これから出稼ぎ行くもんで、
車の整備とか、あとはゴミの、ね、出稼ぎ、ここの家開ける前に何を、掃除をするもんで、まあ、それが溜まってますね。はい、で、これがですね、まあ、キッチンですね。キッチンで、まあ、一応ここにも、パーリーグッズってか、電気の鍋はありますが、まあ、あとね、あれもあるんで、あった。はい。わかりにくいけど、IH。まあ、IH を置くのに、もうちょいこれ高いところに高くしたいですね。もう、20、30センチ。じゃないと、身長高い人がね、いつも腰かがめないといけないから、不便ですね。はい。で、ここが、あれだわね。洗濯、廊下兼洗濯ですね。まあ、もう、お金がなかったんで、これ、USB のやつにしましたね。まあ、これが移動した洗濯機と洗面台。で、ここがトイレです。まあ、ここはリフォームしたばっかりで新しかったですね。まあ、リフォームしたばっかりでも、これ水つなげるとね、水道管がもう外れてたからもうどうもこうもならんかったです。給湯管だけをね、どうにかスポッてすれば全然 OK でした。こんなに金払うことはなかったね。まあ、ここ脱衣所ですね。で、本来はここに、洗面台、洗濯機を置く排水口がありました。置いてました。でもここにね、あれがあるとすごい圧迫感があるから、ね、出して正解したね。で、これが、お風呂です。まあ、だいたい新しいですね。で、最初換気扇のところがね、蜂の巣ができてて、もう蜂の死体がいっぱい詰まってて、換気扇回んないとかいうわけのわからん状態でしたね。いや、で、そしてここの変なスペースが今物置ですけど、来年あたりここにトイレ増設しようかなっていう感じです。で、ここトイレ用のスペースなんで多分ね、ここら辺まで来るかな。で、洗濯機を今横だけど縦に置いてどうにかする感じにしようかなって感じです。それか増設できなかったらしないとかね。はい。まあ、こんな感じで外ごもりプレイスはやってます。まあ、ここまでになりました。まあ、余談ですが、ここがですね、給湯、ボイラーがあるところですね。これ、なんかね、危ないから、どうにか、気をつけてもらわないとね、もう気をつけてもらうっていうのどうかなと思うんで、まあ、ここどうにか、台でも作ろうかなという感じですかね。はい。で、ここが管理人部屋ですね。頑張った。というわけでですね、外ごもりプレイスはこんな感じです。2022年は10月20日で一旦は終わりです。そして利用者はゼロです。まあこれがね、リアルよ、企業とかのね。まあ来年からちょっと人がわざわざ秋田まで来る理由っていうのを作れるために何かしようかなって感じです。はい。てなわけで、ここ外ごもりプレイス、なんとかここまでリフォーム終わりました。というわけで、もうありがとうね。バイバイ。ルームツアーでした。